2012年シリーズ最終の第8戦、舞台はツインリンクモテギです。まずは GT300 クラスの車両が我先にとコースへ出ていきました。さて、スバル BRZ が来ました。これが現在15番手、まあ、ギリギリのラインにいます。よかったよかった、よかった。苦しい目的でなんとか Q1 打たせてもらえる。スバル BRZ 結局53秒台。まあ、今回 Q1 通過するのも多分大変だろうと思われたので、まあ、その中でギリギリで通過できたので、まあ、そこは良かったと思いますね。チームメンバー全員が力を合わせて最後走り切って、まあ、笑顔でレースを終われるようにしたいなというふうに思ってますね。ここ3戦ぐらい車ずいぶん進化して速くなったので、まあ、当然今回も速いんですけど、さすがにねもうちょっと上の方に行けるかなって淡い期待を持ってたんですけど、さすがにねちょっと予選は思わぬ苦戦ですかね。この Q1 でハラハラしてちゃダメですよね。まあでも本当に難しい条件の中でねきっちりタイム出してくれたんで Q2 にはつながったんですけど、まあちょっといい形では終われなかったですね Q2 はね。今日の夜ね今からみんなでミーティングして、いいところを探して、明日の、ね、決勝で一つでも順位を上げていきたいなと思ってます。入れる力があるんだろうな。49秒入れると思ったタイヤを含めたグリップ、その辺はやっぱり極端に出していかない。こうやって今も、ね、総監督からメカニックたちからも全員が寄ってたかってこの車どうしたら速くなるのか、ここにあれをつけたら速くなるんじゃないかって今やってるわけですよ。その辺は、ね、ライバルたちと全然違う、いじれるメリットもあるけどやっぱりまだゼロ歳児なんですよね。ゼロ歳児だからみんなで育ててあげないといけない、強くしてあげないといけない、もう毎日もう日々トレーニングみたいな感じですよね。セーフティーカーに先導されまして2012オートバックススーパー GT 最終戦の幕が開きました。
いします。スーパー GT 最終戦モテギ、いよいよバトルが始まりました。表彰台には繋がらなかったですけど、十分その BRZ の水平対向エンジンのレーシングカーが、その欧州のそういう4リッターから6リッターぐらいある大排気量のハイパワーの車に十分対応でき、立ち入りできるんだっていうのは見せられたかなと思ってます。だから来年に向けてはこれをどうやってやっつけるかっていう、その辺にちょっとエネルギーを注ぐきっかけになったかなと。今日ちょっと悔しい思いしたので、これはちょっと来年は許さないぞっていう、そんな気持ちですね。この数戦上り調子で来てた中で、この最終戦でこれだけ厳しいレースになったというのが、ある意味その来年の車作りに対しては、いい材料になったんじゃないかなと思います。来年もっと強い BRZ と共に、帰ってきたいと思います。シーズンオフもね、ゆっくり休むんじゃなくて、しっかりとね、車作りに専念して、来年戻ってきますんで、今しばらくお待ちください。どうも1年間ありがとうございました。
本当にね、僕は試練だったと思いますよ。まあ、BRZ は苦しかったし、まあ、僕たちも苦しかったんだけど、だけど、やっぱこのままじゃいけないなっていうのを一番感じさせてくれた、まあ、今年一番のレースだったんじゃないかなと思いますね。で、僕は決してそれを、まあ、得て、その全然悲しい思いはなくて、僕はこれで良かったんじゃないかと思ってるんですよ。スバルの BRZ という車が、まあ、僕の人生でもあるなっていう感じなので、どんどん強くしていかないといけない。で、強くできる自信もある。また来年応援してください。よろしくお願いします。ありがとうございました。